あ、チキンラーメンじゃないわ。あ、本当ですか、うん、2パックぐらいいけてまうな、これ、はい、やばいな、でもいけると思います。どうも、おはらチャンネルです。ありがとうございます。ということで今日は、はい、今日はですね、チキンラーメンのアレンジレシピを作ってみようっていう風な企画になっております。はい、まさこずキッチンではちょっと違いますけど、はい、YouTube とかで見かけて、これはいいなと真似っこさせていただきます。はい、今あのチキンラーメンのアレンジ動画めちゃめちゃ出てて、うん、まあ、その中でも、まあ、かなり有名な、うん、レシピっていうのをちょっと再現していただく。そうか、あんまりさ、そんなにさ、家で、いや食べるよチキンラーメン、やっぱ子供も好き、はい、でも最近ずっと食べてなかったな、はい、たまらなく無性に食べたい時あるよねこれね、うん、もう今日はですね、うん、有名な YouTube チャンネルから2品、はいはいはい、作っていただこうかなと思います。はい、ということでまず1品目はダブルスープチキンラーメンな、はい、チキンだけじゃないよっちゅうやつでいってみよう。はい、一手間なんかかけたような深い味わいのチキンラーメンにしましょう。はい、自分が食べます。350から400で、最近下ごしらえは、まあ、ネギ切っとくぐらいですか。まあ、ネギは好きな、ちょっと量が多い方が美味しいかもしれないな。はい、ネギは、どうやってたかな、まあなんかそうですね、こうして細い感じ、縦で細い感じ、細かったっけ、あ、こうやった、ちょっと細い感じにしてたから、そうです、ちょっと白髪ネギまでじゃないけど、でも、まあ、別に斜めでも何でもええんちゃうと思うけど、はい、ネギをザクザク、まあ細切りみたいに切っときますと、食べやすいのこれぐらいにしとこう。はい、はい、チキンラーメンでは丼ですと、はい、ようあるかつお節な、家にいっぱいあるで、常にな、これを電子レンジでちょっと温めたらなんかすっごい香ばしい、あの多分空気水分抜けてパリパリになるんやろね、うん、でそれをあのここでちっちゃい鰹節を作っちゃいましょうってことやと思うわ、はい、だからそれが家で簡単にできちゃうよってことね、この一手間ね、はい、多分600ワットで40秒ぐらいでしょう、はい、でその間にこれお湯沸かそう、350ミリリットルの水、まあ350から400に日本酒、料理酒でいいやね、はい、大さじ1ぐらい、1と半分ぐらいかな、適当、まあ、適当、目分量で、これでパーってアルコール飛ばす、ちょっと上品な感じになるからな、日本酒でパーっとやったらね、味が多分それをしましょういうことで、熱々に40秒経ちました。で、このやつに、うん、いい香り、これをここで手で粉々にする、はい、少し、要はこのチキンスープの鶏のスープとこの魚系のスープを合わせたらすごい本格的なラーメンのスープになっちゃいますよいうことやな、はい、魚のうまみ、鶏のうまみ、はい、粉々にした、はい、そこにチキンラーメンをのせる、入れましたね、はい、のって言った、でね、ネギを周りに敷き詰める、ネギは多い方が美味しいやな絶対これはな、はい、ちょっとシャキシャキしとってもいい、うん、ネギ大好きよ、よっしゃ、いったいきました。んでそこに卵を、な、今これがちょうどここにのっけやすいようなくぼみをちょっとつけてくれるようになりました。で、ここにブラックペッパー、あ、これは全然ちゃうわな、これがあるのとないのとでな、最近聖吉だっても聖八だってもこの粒胡椒かけているもんね、あ、そうなんです、うん、ちょっと多めに入れた、はい、ねー、でもそんな全然手間かかってないやん、はい、ほんでいくで、もう熱々な、ちょっと熱々をかけよう、黄身の、あの、白身にかけてくださいっておっしゃって、はい、まあ、黄身にかかってもいいと思うけど、私あんまりさ、黄身が黄身で残ってんの好きじゃないから、ほんまはね、半熟嫌いで、いくで、周りにゃ、ほんまはさ、これが、あれやったらいいねんけどさ、もう入れちゃっていいんやな、はい、全部入れていいんかな、大丈夫だと思います、量、はい、で、これで終わりじゃなくて、これで3分待ってる間に、この鍋に油を、ほんまはラードがいいらしいけど、はい、油温めた、はい、上から
ジュージュー言うとりますよ。ジュ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 ーと言うた。油かけた。はい、オッケー、完成です。さあ、ということで、はい、もっと実食、はい、立ち食いや。もうこの下の鰹節と混ぜたいやん、ちょっと。あ、そうですね。で、黄身と絡めていいよね、はい、もう潰すよ。はい、うわーっと、はい、いただいてみます。あ、チキンラーメンじゃないわ。あ、本当ですか、うん、チキンラーメンやけどベース、はい、やっぱスープが、はい、ラーメン屋さんになってるよ、なんか。で、麺はやっぱあいつもの美味しいな、はいはい、うん、やっぱり違いますか、うん、日本酒と鰹節が効いてるんじゃないですか。あの日本酒ってお酒が一回やっぱ沸騰させるのがいいんやと思います、うんうん、はい、ひと手間、ありがとうございます。ちょっと食べてみ、いけるよ、悪くないわ、そら、はいはいはい、もう、あ、ちょっと待って、取り分けんね、もう。あ、すいません、ありがとうございます。はい、まず男子代表、うん、うん、美味しい、美味しい、あの、鰹節がいいですね、うん、やっぱ鰹節効いてるね、はいはい、確かにチキンラーメンとは違いますね。違うよね、うん、うまっ、うん、ラーメン屋さんの味です。やっぱおネギの存在感が、ネギ美味しいな、やっぱさ、でもだから、あ、そこでこう寝てまーすあの、この一手間が大事なのかもしれないね、うんうん、でも別にそんな大した難しくなかったね、はい、次のアレンジ、汁なし、はい、汁なしでいこうかと。耐熱でのあれに、これはもう入れちゃいますと、はい、まずチキンラーメン入れますと。んで、250400やな、ラップをしまして、4分、はい、600W、4分、600W で4分、もうこれで茹でてしまいます、ということや、はい、さあ、ピンポンなった、はい、はい、つうことで、はい、もういいんでしょう、これで、これはちょっとスープは別で取っといてもいいと思うんだけども、これで、あ、ちょっと切ります、ザルで、はい、ザルで切っちゃって、はい、戻ってきた。ここに、ごま油大さじ1、はい、入れます。俺は斬新なんで、ここにさ、お酢、もううち米のお酢で酸っぱいやつやけど、小さじ1、もう酸っぱいの好きな人はちょっと多めに入れてもいいんちゃう、小さじ1入れる。そしてこれで和えるな。あ、もうすごいすごい、ちょっとふわっと酢の匂いしたわ、うん、そしてここにネギをパラパラと、これ真ん中、真ん中にのせて、うん、そしてそこに、卵黄だけいきましょうか、というか、はい、卵黄をいきましたと、うん、さらにラー油やな、はい、ピュッお好みで、はい、ピュッ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 と、はい、入れました、はい、出来上がり、はい、油そばっていうんかな、はい、何やろ、チキンラーメンの油そば風、はい、はい、これもう混ぜてね、いきます、これ、はい、混ぜ混ぜ、一緒、混ぜた、黄身と混ぜた、まあ基本的にチキンラーメンの味やからさ、うん、いってきます。もうさ、でもさ、確かに油そばやからこうちょっともちゃもちゃってなるのも油そばっぽくない、はい、うん、ご飯に合う、あ、もはやおかずしっかりしてる。だってさ、スープ流したんやで、はいはい、流したよ、でも別にあのスープはスープで温めて飲んだらええ話やねんけど、おいしい、ピリッとするのがええし、うん、このちょびっとのお酢で
すっごい別物になってるわ。まあごま油も効いてるんだけど、チキンラーメンやと思ってるけど、もし分からんと出してベースチキンラーメンって分からない人がいるかもしれない。はいはい、めっちゃ美味しいで、実食。はい、ありがとうございます。どっちに入れる？そっちよ、そっちよ。もう全然もう味濃いから、さっきのとはもう似て非なるもの、え、全然ちゃう、もう。すいません、ありがとうございます。確かにな、いただきます、うんうん、男子好きかもよな、うん、ラー油ちょっと重いやけど、もそもそっとするけど、これめっちゃ好きっすこれ最高だな、確かに。でもお酢って感じあんましないっす、ね、うんうんうん、どうでしょうか。確かに女子油そばですね。うん、はい、これはお酒合いますね、うん、あ、そうやな、めちゃめちゃ美味しいです。卵感が、なんて言えばいいんだろう、コクが出てるんですかね、この卵と。複雑、結構複雑な、ちょっといい意味の衝撃かもしれないですね。確かに男の子好きなんですね、うん、これ僕大好きですね。大好き、はい、だから彼ね、だ生吉とかはラー油なしで出したらうーんとか言うかもしれないし、多分一生食べてる気がする。2パックぐらいいけてまうな、これ、はい、やばいな。でもいけると思います。でもね、チキンラーメンってもともと他の普通のラーメンとかよりも、私なんか割とヘルシーやと、ほら377キロカロリーやから。ああ、はいはい、なんか意外とちょっとヘルシーなの。だから具材が入ってないので、いろんなアレンジできるのがすごいですよ、うんうん、で結局は今日の2品でも卵に合うんやな。確かに、やっぱりそうですね、はい、うん、で栄養も価値もぐんと上がるし、はい、お手軽で美味しいチキンラーメンアレンジレシピでした。ありがとうございました。ごちそうさまです。ということで、さようなら。皆さんもぜひ作ってみてください。いただきます。はい、どうぞ。まぜまぜして食べてください。はい、おいしい。うん、めっちゃおいしい。味そんなに薄くないね。もううまく濃い、味濃い。うん、これはおいしいやつ。お母さんも食べたよ、うん、どうですか。え、うん、うまい。こんなん蜂絶対好き。この麺がなんか、うん、何、おいしい、おいしい。これちょっと美味しかった。美味しかった。どっちがやっぱ、やっぱこの油そばの方。油そば、僕油そば好きでしょ。美味しいな。でも、めっちゃどっちも美味しかったです。美味しかったよね。はい。